マージャンのルールでは、マージャンのルール、特に日本において一般的な立自家マージャンのルールを解説する。マージャンのルールは地域や団体ごとに様々なバリエーションが存在する。地域による特徴的なルールをローカルルールという。また、ジャンソーごとに定めたルールをハウスルールという。日本式のマージャンはヨーロッパにも普及しており、リーチマージャンと呼ばれ、 国際ルールとは別に大会が開催されており2008年には欧州選手権も開催された。本校では主に関東周辺で一般化しているルールをもとに解説する。ゲーム終了時に最も多くの点を持つプレイヤーが勝者となる。使用するパイは花パイを除く34種136枚である。ゲーム開始前に各プレイヤーに 均等の展望が配られる。各人が最初に持つ点数を配球原点という。配球原点は一般的に2万5000点から3万点の間であり、全プレイヤーの合意によって決定する。これは飛びの起こる可能性のほか他の点数に関係する。麻雀は通常搬送単位として競技が行われる。搬送は大きく前半と後半に区分され、前半を 東場、後半をナンバという。東上、ナンバは、それぞれ4つのつぼ根からなる。東1局から開始され、東4局が終了した後は、南入りといって、南1局に入り、南4局の終了をもって1試合とする。簡単に例えるなら、麻雀は一試合8ラウンドで争われる、ということになる。ただし連チャンが生じた場合は、局が追加されるため、 必ずしも八曲で終わるとは限らない。またプレイヤーの誰かの持ち点がマイナスとなった時には飛びないし、箱点として半送が終了するルールもあり、一曲で半送が終わることもあり得る。一試合の長さについては次のルールも存在する。原則として4人でプレイする。それぞれの曲において、プレイヤーのうち1名が親という役割を担当し、残る3人は、 子と呼ばれる。親の正式名称は昇華であり、この正式名称は三家である。親は東屋とも呼ばれ、他のプレイヤーを親から見て半時計回りに南家、西家、北家と呼ぶ。なお、実際の方位とは逆回りになっている。これは中国において方位の順序は東南西北とされており、その順がプレイヤーから見て、 左線とならないようにしたものであると考えられている。ゲーム開始時の親を、飢餓と呼ぶ。一つのツボネが終了すると、それまで何家であったプレイヤーが次のツボネの親となる。自分の左側のプレイヤーを上や、右側のプレイヤーを、下や、そして、正面のプレイヤーを対面という。また、自分以外のプレイヤーを総称して、ケという。座席びの決定ゲーム開始にあたり、 各プレイヤーの座席を決める。座席の決定方法には次のようなものがある。座席が決定したら、次に、帰化を決める。帰化の決定方法は様々であるが、一般的には次のような手順による。座席決定時の東の位置に当たる者がサイコロを2つ振る。サイコロを振った本人から半時計回りに数えて、サイコロの目の位置に当たるプレイヤーが仮親となる。 仮親がサイコロを二つ振る。仮親から半時計回りに数えて、サイコロの目の位置に当たるプレイヤーが幾化となる。サイコロを一回振るだけで、幾化を決めてしまう場合もある。ここからは、ゲームの最小単位であるつぼについて説明する。パイ局の開始にあたり、まず牌を裏返してかき混ぜ所定の方法で並べる。この時、各プレイヤーの前に並べられたパイを、 壁パイもしくは山と呼ぶ。なお、全自動麻雀卓を用いる場合、これらの作業は機械により行われる。その後、親が14枚、子が13枚ずつパイを取得する。この行為、並びに取得したパイのことをハイパイという。これは、他のプレイヤーから見えないように正面に配置する。ハイパイからその後にわたって、手元にあるパイを手配という。バクダバクダは、つもとダハイからなる。 一連の最も基本的な行為である。ハイパイが完了したらプレイ開始である。親は14枚の中から不要なパイを1枚捨てる。以後のプレイは各プレイヤーが半時計回りに順番に行う。親の次にプレイするのは親から見て右側のプレイヤーである。なお一定の条件を満たしている場合、他のプレイヤーが捨てたパイを取得することができる。 いずれかのプレイヤー側両すると、つぼねは終了する。それに対し、誰も上がらずに、つぼねが終了することもあり、流局と呼ばれる。数量数量とは、他のゲームにおける上がりに該当するものであり、自分の手配が一定の条件を満たした場合に、成立する。数量型とは、特定の3枚の牌の組み合わせを4組と同一牌二2枚の組み合わせを揃えた形である。ただし、 七とツと、国志無造という例外がある。また、流し満願が数量と認められる場合がある。数量型を完成させるために、あと一枚だけあればいい状態のことを長配という。なお数量配は一種類だけとは限らず、種類が多ければ多いほど有利である。長配の時自らの都も、または他人の捨て配を奪うことにより、数量配を取得すると、数量が成立する。 和量する際には、つも、または、論と明瞭に発生し、他のプレイヤーに手配を公開する必要がある。なお、数量は強制ではない。プレイヤーの意思により、あえて、数量を拒否することもできる。その場合は、爆弾が続行される。和量した時の手配が特定の条件を満たしていると、役となる。なお、数量型が完成していても、 何らかの役が成立していなければは、漁することは、できない。このことを一半縛りと呼ぶ。数量に伴う点数の支払い数量には、つもアと呼ばれる方法とえいわと呼ばれる方法の二通りがある。つもアの場合は、他の三人のプレイヤー全員が支払いを行う。えいわの場合は、放酬したプレイヤーが一人で支払いを行う。数量後の処理いずれかのプレイヤーがは漁した場合、 そのつぼねは終了する。点数を受受した後は、和漁したプレイヤーが親だったかどうかによって、扱いが異なる。親が和漁した場合、それまで親だったプレイヤーが次のつぼねも親を担当する。これを連チャンという。親以外のプレイヤーが和漁した場合、親の下家が次のつぼねの親を担当する。これを和装または親流れという。和装の場合には、次のつぼねの名称は、 以下のようになる。なお、南四極が終了したら半層が終了する。流極誰も上がらないまま、つぼねが終了するケースが流極である。極の最終段階において、壁パイをすべて取り終わったにもかかわらず誰も数量できなかった場合をアレハイ対ラ曲、またはアレパイといい、流極となる。ただし、アラパイ時に流し漫画を完成させた者がいる場合は、 流局とはならず数量として扱うルールもある。流局時に長配していなかったものは、長配していたものに、所定の点数を支払う。流局した場合、連チャンとして扱うルールと、和装として扱うルールがある。一般的に、流局した時は、本場数が1本増える。これを、流れ N 本場という。また、九種九杯や四風連打など荒らい。 平局以外にも流局となる特殊なケースがあり、それらを途中流局と呼ぶ。また、オーラスに限り、親が脳天でも親流れとしないという取り決めでゲームを行うこともある。そのルールでは、オーラスの親は若干有利になる。前述のように南4局が和装により終了すると、半僧が終了となる。なお、上がり雨と呼ばれるルールを採用している場合、 南四曲で親側漁した場合に親の判断により搬送を終了させることができる。また、転敗や目として親が転廃した状態で流曲した場合に終了させることができる場合もある。搬送の途中であってもいずれかのプレイヤーの持ち点がマイナスもしくはちょうど0点になった場合、その時点で搬送が終了するルールもある。これを箱内し、飛びという。 飛びなしのルールでは、展望を借りた状態で続行される。半送が終了した時点で、各プレイヤーの持ち点の高により、順位が決まる。点数生産にシール最終局が終了した時点で、トップのプレイヤーが一定点数に達しない場合、延長戦として、難波から西場に進みゲームを継続するというルールを採用することがある。このルールによって、 西場を行うことを西イルという。西イルの条件は、終局時のトップ者が3万点未満だった場合である。3万3300点以下の時に西イルするというルールもある。西場も東場、南場と同様に進行される。バカゼは西となる。西4局の終了をもってゲームの終了とするが、 時間短縮のため誰かが一定点数に達した時点で西場を中断してゲーム終了とするルールもある。東北線では途中を省略しているという考え方から西入ではなく即座に帰り東となる。東線では東9局東12局までを行う。東風線の場合も同様の条件でナンバーを行うルールになっていることがある。 南入りではなく、東線同様東5局東8局として進行するルールもある。しかし東風線はもともと短時間の決着のためのルールなので、南入りしたり延長したりするルールはあまり採用されない。北入り西4局終了時点でも条件を満たさなければ、さらに北場に進む。これを北入りという、北4局終了時点でも、 条件を満たさない場合は再び東場を行う。二度目の東場は帰り東と呼ばれる。以後条件を満たすまでゲームを続ける。ただし、時間短縮のために西場、または北場の終了をもって一定点数に達しなくとも終了とすることもある。その場合、勝負はつけずに全員引き分けとするルールもある。東戦では単に東十三局、東十六局と、 進行するだけであり、以後延長ごとに4曲ずつ延長する。慣れない場を嫌ってか、西入や、北入りの代わりに即座に帰り東とするルールもある。帰り東の代わりに白入り、発入、中入りなどとするルールも一部にはある。麻雀のルールは、細かい部分について統一されていないことが多い。そのため、ゲーム開始前にある程度の取り決めが必要となる。ルールに関する。 取り決めのうち、最も基本的なものである。後付け及び区位ンを認めるかどうかの取り決めである。麻雀の解説書や劇画等は、関東のルールを基本として書かれることが多いため、近年では、関西でもありありが普及している。平和と、門前清志つもはが複合するかどうか、いわゆる、つもピンの有無についての取り決め。平和の定義を原義である、負の内訳とすると、 つも数量の場合には、平和が成立しないということになる。しかし論数量のみ認められるという役は偶然役を除いて存在しないため、平和のつも数量を可能とするルールが普及している。後者の場合、点数計算において、つも二歩を加算しない。この場合を俗に、つも八という。一般的にありありの場合は、複合を認め、なしなしの場合は、 複合を認めないことが多い。平和ピンズものありなしも参照。ドラに関する取り決め。その他の定義や取り扱いに揺れがある一部の役についての取り決め。不、反、役万に関する取り決め。不利点の状態で率直化できるかどうかについての取り決め。一般的にありありの場合は可能。なしなしの場合は不可とすることが多い。一般に、 不利点率直下を許可するルールでも不利点による論上がりは禁止されているため、積も上がりしか認められない。また、不利点率直下を許可するルールでは率直後の見逃しも許可されていることが多い。あるプレイヤーの打敗に対し、複数のプレイヤーが数量を宣言した場合についての取り決め。二人のプレイヤーが数量を宣言した場合、三人のプレイヤーが数量を宣言した場合縛りとは、 ある条件を満たさない限り数量できないとするルールである。条件が満たされていない状態で数量宣言してしまうとチョンボとなる。一半縛り何らかの役がないと数量できないとするルール。ドラは含めない。非常に普及しており、現在ほぼすべてのルールが一半縛りである。二反縛りに半以上の役がないと数量できないとするルール。場合によっては略して量縛。 量子とも言う。四本場、または五本場からに半縛りとなり、二半以上の役がないと上がれなくなる。一ぼし縛り同様ドラは含めない。この数量によって、積棒がなくなると二半縛りは解消される。稀に、すべてのつぼ根を二半縛りとするルールも見られる。また、確定二半でなければ、数量できない場合が多い。確定二半とは、部分的な完全先付けであり、 数量時点でのみ成立する役を除いた役画に半以上あることを必要とするルールである。例えば立時課、平和や七都一による二半は認められるが、立時課、一発や立時課、家庭などは認められない。立時課、つもは基本的には認められるが、ルールによっては率直後の見逃しがちょんぼになる場合も、あるために、その場合役なしの手では、おいそれと立時課をかけることができない。 かつては、ファミリーコンピュータのソフト、マージャンでも採用されたりしていたが、現在では、すべてのマージャンプロ団体が採用していないこと、確定に反のような一半縛りと異なるルールの、複雑さ、二半縛りにする合理的な根拠がないなどの理由により、近年ではほぼ見られないルールとなっている。その他の縛りその他、漫画縛りや、薬丸縛りを、はじめ特殊な例としては、リーチ縛りや、 7統一縛りといった縛りで遊ぶこともある。しかしいずれも余興としての性格が強く限定的なローカルルールと言える。また一部のオンラインマージャンでは根気をしろを役万縛りの卓が複数立っていることがあるが、これは根一色、真一色、混浪と及び役万の略である。例えば123の デキメンツから4を泣いて1を捨てるという袋の仕方を一般肉以外というが、これを認めるかどうかの取り決め。なお、123と持っている状態で1を地位した後、その順ことは無関係なパイを捨て、1順後に1を捨てるというものや、123,456と持っている状態で7を地位し、1を切って234と567に組み替えるというものは、 通常、食い替えとしない。親が超敗の状態で流局となった場合は、引き続き同じプレイヤーが親となるルールが一般的である。これを、天敗連チャンという。ただし近年ゲームのスピードアップを目指すジャンソーにおいて、親が超敗の場合でも親が移るルールが広く採用されるようになっている。これを、上がり連チャンと言い,い、仲間内での対戦やゲームソフトでも浸透しつつある。 その一方で、一部のルールや古いルールでは、親が不調であっても親が交代しない、脳天連ちゃんになっている場合もある。搬送戦でナンバのみ、脳天連ちゃんが採用されるケースもあり、ゲームによってはナンバをノーを脳天連ちゃんとするか、天敗連ちゃんとするか、選択可能となっているものもある。蒸気のようなルールに、様々なルールを追加することがある。いずれも、基本的に、 ゲーム開始前に取り決めを行うが、家庭マージャンなどでは、細かなルールについてその場その場で確認されることも少なくない。不正行為は論外だがそれ以外にもマージャンでは、基本的に行うことが推奨される、もしくは守るべきマナーがある。雀荘や競技マージャンの場では厳しい場合が多いが、家庭マージャンなど、四季のものだけの場合は進行を深めることも大きな目的であるため、 目くじらを立てて、ことさら厳格にするよりもその場の雰囲気を壊さず、楽しめるよう各自が折り合いをつける方が良い。また近年では、コンピュータマージャンでしか、経験のない競技者も多く、そういったプレイヤーを択に誘う場合は、マナーの面でも面倒を見るといったことも必要である。他者への配慮として行うべき行為である。ただしあまり細かいことまで他者に強制するとそれを、 負担と感じるプレイヤーも多く、要請する態度などにも注意が必要である。麻雀は国ごとに独自のルール体系で遊ばれており、日本ルールとは大きく異なる。麻雀の全世界的な統括団体は実質的に存在しないので、国際的な統一ルールは今のところ定められていない。中国のスポーツ管理機関が麻雀を体育種目として公認したのを受けて、 国表マージャンと称したルールが制定され、このルールに則っ,った国際大会などが多く開かれている。日本のリーチマージャンと並び多くの国のマージャン協会が国表マージャンを採用しているが民間に普及するまでには至っていない。中国国内でも地域によって四川マージャン、関東マージャン、大限四つ立ちマージャン、南昌マージャンなど様々なルール体系が存在する。 手配を16枚で行うのが特徴的。NMJL によって毎年役が変更される。また7とイツ緑一式はアメリカマージャンが発祥と言われている。一般的なルールとは異なった様々なルール体系のバリエーションがある。4人でなく3人でプレイするマージャン。4人でなく2人でプレイするマージャン。純粋な実力を競いやすくするために偶然性の 強いリーチ時の一発、裏ドラ、高裏などを排除したルールによって行われる。ただし、天羅などは偶然性の役ではあるが認められる。その他のシステムも競技的に変更した純麻雀、中央麻雀などのルールもある。アルシャル麻雀とも言う、二重不定の麻雀を意味する。リーチ麻雀の原型と言えるルールであり、現在でも日本麻雀連盟がこのルールを採用して、 競技を行っている。誰かの持ち点が倍になるか0点になった時点で終了となる。スズメ機械が採用するルール。多くは一般的に行うことを予定されずにルールが変更されたマージャン。メンツの概念など根本を変更するものが多く、マニア向けである。色違いマージャンスーパイのメンツは1万、コトンズ作詞から各一枚、同数、または数が一ずつ違うものとする。 すなわち、7万点7と7作で、国詞となり、5等、6万点7作で純子となる。トンズの海麻雀めパイを3セット用意し、1万、こと作詞を抜いて、トンズとトンズを入れる。すなわち数パイは一種4枚ではなく一種12枚で、プレイする。4枚使いならぬ5枚使い6枚使いが品質し、ほとんどの場合意味慣れない形の多面張りになる。 トンズではなく作詞のみとしても良いし、一万個のみとしても良い。大メンツマージャン4つ並んだスパイを順庫とし、4枚からなるメンツ3つと弱頭を数両型とする。宇宙マージャンスーパイの9と1が繋がる。自敗の順庫も認める。インフレルールとも呼ばれる。点数が釣り上がる傾向があるのが特徴である。点数を釣り上げるためにローカルルールとして、ドラの数を増加したり、 独自の役や様々な衆議を追加したりする。長田町ルール通常のドラの他に、開門の時のサイコロのデメで決められるドラがある。デメが2から9の時はその数の数倍、10の時は3元倍、11の時は1の数倍、12の時は風倍がすべてドラになる。また、通常のドラと同じ数の数倍もすべてドラとなる。さらに、 国会議事堂の形に似ているが常時ドラとなる。なお、長田町ルールと呼ばれる由来は、政治家が掛けマージンを建て前に、相手の接待や怪獣を目的として、多額の金銭を渡す手段として使われたためである。アリス誰かが門前で和漁した時、あるいは立時下をかけて和漁した時に高ドラと同じように、ドラ表示杯の隣の杯をめくる。その灰と同一の灰が、 数両者の手配の中にあれば衆議がもらえ、さらに隣の牌をめくることができる。これを現物の牌が出なくなるまで繰り返す。衆議の数は現物の牌が出た枚数に比例する。ありがとうございます。